ペトラちゃんを見た。私の名前はツツジ、大学3年生。私には4歳年上の彼氏がいる。彼の名前は赤松さん。赤松さんと出会ったのは1年前。友達と一緒にいた私に声をかけてくれたことがきっかけだった。めちゃくちゃ可愛いですね。男性経験が希薄な私が明るくて優しい大人の魅力あふれる赤松さんのことを好きになるのはすぐだった。有名企業で働いてて余裕があって理想の彼氏そのものだ。付き合って1年も経つと将来についても意識し始めて、いずれは結婚したいな、なんて話もするように。私にとって初めての彼氏である赤松さん、親友のカリンも私たちの仲をそれは応援してくれて。ツツジの彼氏か、お似合いじゃん。来たのだったが、ごめんツツジ、これって赤松さんだよね。カリンが手にしているスマホの画面に映っているのは紛れもなく赤松さんだった。おかしな点があるとすれば、見知らぬ女性と親しげに腕を組んでいるということだけ。ねえ、ちょっと拡大していい？うん。指輪だ。もちろんその日のうちに問い詰めた。ねえ、どういうこと？誤解だよツツジ。じゃあこの写真を見てもまだ誤解だって言える？これ、その…信じられない、二度と会いたくない。待ってくれツツジ、話を。本気で好きだったのに。こうして私の恋はあっけなく終わったかに思えたのだが、何？おい、ツツジ、話を聞いてくれ。赤松さん、ちょっと待って、何しに来たの？まさか復縁するために？どうしたのこんな朝早く。あなたがツツジさん？うちの息子が、まあ本当にごめんなさい。誰？あ、私は赤松の母です。この度はごめんなさいね。え、どういうこと？女の子を騙すなんて最低だわ。全部うちの赤松が悪いの。とりあえず朝早いので声を抑えてください。やだ、ごめんなさい、うるさかったかしら。とりあえず近所迷惑になっちゃうので中に入ってください。分かってくれるのかツツジ、ありがとう。お邪魔するわね。あら、綺麗にしてること。なんで赤松さんのお母さんが勢いで家にあげちゃったけど、どうしよう。それで何の用ですか？ちょっとツツジさん、今回の件は本当にごめんなさい。あの写真の通り、俺本当は既婚者なんだ。それを隠してツツジと付き合ってた。本当にごめん。謝罪なら結構です。あ、ごめんなさいね、謝りに来たわけじゃないのよ。問題はここからなんだけど、この件は誰にも話さないでほしいの。実はね、赤松のお嫁さん、この辺では有名な会社のご息女でね、浮気がバレたら困るのよ。私がやってる駅バレ教室にも影響が。ね、わかるでしょ。俺も実は、あかね、妻の親が経営してる会社で働いてるんだ。だから…不倫していたことがバレたら、あなたたちの立場が危ういから黙ってろってこと？そう、そういうことなのよ。物分かりがいいわね。それをわざわざ、こんな時間に押しかけてまで伝えに来たの？ああ、そういうことだ。頼むツツジ、この通り。信じられない、なんて非常識な。ああ、怒らないでちょうだい。お金なら少しだったら払うからね。何言ってるんですか？だってそうでしょ、納得いかないのならお金で解決するしかな。この人たち、本当に自分たちのことしか考えてない。話が通じない。 20? いや10万くらい。わかりました、この件は誰にも言いません、絶対に。それとお金もいりません。え、いらないの？え、1円もいりません。その代わり今すぐここから出て行ってください。ツツジ、近寄らないで。もう二度と関わりたくない。まあ、なんてよくのないい子なの。この子が嫁に来ればよかったのに。ねえ、あなた、うちのお兄ちゃんと付き合わない？ちょっと母さん。は？何言ってるんですか？やめてください、触れないで。私は本気よ、あなたみたいな可愛い子ぜひ嫁に欲しいわ。
この出来事がきっかけで赤松さんへの気持ちは跡形もなく消え去った。しかし好きだった人が母親を連れて家に脅しに来るという衝撃的な体験は簡単に忘れられるはずもなく、心はざわついたままだった。念のためカリンにも口止めしておいた方がいいかもな。あの人たち何をするかわからないし、それにあの母親最後に。あら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 、ツツジちゃんやっと帰ってきたの。なんでなんでって、また来るねって言ったじゃない。やっぱりまた来るって言ったのは本気だったんだ。ところでほら考えてくれた、あの話。あの話やだ忘れちゃったの。お兄ちゃんと付き合うって話よ。ほら見て、うちのお兄ちゃんなかなか男前じゃない。学生の頃よりちょっと太ったし、今はお仕事探し中だけど悪くないでしょ。付き合いするつもりはありません。もう私に関わらないでください。あーちょっとツツジちゃん、こんなしつこく。まさかあの母親本気で私とあの男を付き合わせようとしてるの、おかしいでしょ。まさか私が受け入れるまで付きまとうつもりじゃん。悪い予感は的中し、母親はほぼ毎日のように私の家を訪れた。つじちゃん今帰り、買い直してくれた。やめてください。くれないんだからお茶しましょう。さらに恐ろしい出来事は続き。LINE？ はじめましてツツジちゃん、ママから君の写真を見せてもらったよ。とっても可愛いね、僕好みだ。早く会っていろんなことがしたいな。大好きだよ。いや何いきなり、気持ち悪い。ヒイラギ誰、ママって。まさかどうして私の連絡先を、それに写真って何、まさか盗撮。誰なの、もう嫌。なるほど、それで最近連絡が返ってこなかったのね。ごめんね、お姉ちゃん。まったく、なんでもっと早くに相談しないの、あんたって子は。だって、迷惑かけちゃうかと思って。迷惑なわけないでしょ、妹がこんなひどい目に遭ってるんですもの。だけど、確かに相手のやり方は悪質ね。ツツジが追い詰められるのも無理ないわ。だよね、もしかしたら、今もうちの前に。来ちゃった。大丈夫、今は私がついてるわ。しばらくはうちに泊まりましょう。それに一つ作戦があるの、少し大変だけどやってみる。作戦？ああ、最近ツツジちゃんに会えてないけど何してるのかしら。まさか他に男が。ママ見てこれ。どうしたの？これは。いらっしゃいませ。お待ちしてました。こっちです。あー、まあまあまあ。はじめまして。ヒイラギの母です。羊の姉です。妹がお世話になってるみたいで。とんでもございませんわ。ほら、ヒイラギちゃん挨拶。はじめまして、ツツジちゃん、ユズリハさん。お二人とも、お綺麗で。はじめまして。お座りください。今日は来ていただいてありがとうございます。いえいえ、でもびっくりしましたよ。ツツジちゃんから突然お付き合いについて詳しく話がしたいから会いたいって連絡が来るなんて。まあツツジちゃん、それに将来を真剣に考えているから家族と会ってほしいだなんて。ママ嬉しかったわ。それは良かったです。ところで最近ツツジがつきまといや嫌がらせのメッセージで悩んでいるのはご存知でしたか？え？ツツジとお付き合いするのなら犯人探しのお手伝いをしていただきたいなって思ってるんです。実は私弁護士してるんです。なので大切な妹を追い詰めている卑劣な人たちには絶対に鉄槌を下さねばと思っていて。ヒイラギさん、ツツジとお付き合いを考えてるくらい親しいんでしょ？何か知っていることがあれば教えていただきたいんですけど。そうだったの、全く何も知らなかったわね、ヒイラギちゃん。そうですか。まあ、ツツジのためにも今後は犯人探しに協力してくださったら嬉しいです。絶対に逃す気はないので。あ、そういえばお聞きしましたよ、弟さん、あのエトラ商事で働いてるんですって。なんでその話を。あら、何か問題でも。いえ、
私、その会社の顧問弁護士してるんです。もし何か不祥事、例えば不倫とか、そういったことがあればお力になれると思うので、何でも相談してくださいね。そんな話より、ツツジちゃん、僕とのお付き合いの話は。おお、お待たせ、ゆずりはツツジ。取れた？遅かったじゃない。すまんすまん。あ、紹介してなかったですね。この人、私たちのお兄ちゃんです。どうも、兄の立花です。あなたがツツジと。おお、なんです。いやね、大切な妹ですから、付き合うっていうのなら俺を倒してからにしてもらわねえとなってね。やわな男に妹を任せるわけにはいかねえですから。やだ、お兄ちゃんったら。あ、お兄ちゃんは警視庁の機動隊に所属してて、柔道も黒帯なんです。うらー、本気で好きならたやすいでしょ。どうです、この後ご予定は。あ、ヒイラギちゃん、この後歯医者に行くんじゃなかった？そうだったね、ママ。申し訳ないけど、この辺で失礼するわね。やれやれ。ひとまずうまくいったかしら。あれだけ脅かせば、もうつきまとってこないでしょう。ありがとう、お姉ちゃん。それに立花さんも。ええ、とんでもない。うまくやれてましたかね。機動隊で柔道黒帯の兄役は。本当はただの筋トレ付きの警備員なのにね。いいだろうが。でもバッチリだったわ、ありがとう。すごく助かりました。やっと安心して暮らせると思うと。もう泣かないの、ほら。何かあればまたいつでも頼ってください。はい。あれ以来、あの母親の姿を見かけることはなくなり、ヒイラキからのメッセージも長文ポエムを最後に送られてこなくなった。ああ、愛しのツツジちゃん、僕の心は今もまだ君の笑顔にとらわれたまま。なのに二人を引き裂くトラが。トラ？立花君のことかしら。傑作だわ。トラってウケる。結局赤松さんの不倫は会社にバレたらしい。不倫男最低。そんな、なんでバレたんだ。もちろん私は口外してないけど、不倫だなんて思いもせず堂々と過ごしてたんだから、誰かに見つかっていたんだと思う。知らなかったとはいえ、奥さんを傷つけてしまったことは責められても仕方ないと思っていたのだが。あなたがツツジさん？はい、あの、本当にごめんなさいでした。あのバカ男のスマホからあなたとのやり取りを確認したの。だからあなたは悪くないって知ってるわ。そんな、でも私、アカネさんを傷つけてしまって。私を傷つけたの、あの男。学生を騙すなんて本当に情けない。徹底的に追い詰めてやるんだから。そして赤松さんは会社をクビに。不倫の噂が地元中を駆け巡り、母親がやっていた生け花教室は閑古鳥状態らしい。知ったら、あそこの息子が不倫やね。兄は変わらず家に引きこもってるんじゃないかな。はあ、もう恋愛はゴリゴリ。このままお姉ちゃんの家に住んじゃおうかな。私は一向に構わないけど。それに恋愛の方もきちんと相手を見定めれば悪くはないんじゃない？うん、そうだよね、頑張れ。ふっで、好きなタイプは？初めての彼氏との思い出は散々だったけど、恋を諦めるのはまだまだ早いかも、なんて思ったりしてる。ご視聴いただきありがとうございました。普通に考えて悪いのは不倫をしている側なのに、知られると世間的にも悪いと思われることくらい分かっているのなら最初からしなければいいだけのことですよ。この後に及んでも自分たちのことしか考えてないなんて、身勝手にも程がありますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。